こんにちは、エミリーです。本日はファーストクラスで木村佳乃さんがやっていたピンクメイクをお届けしたいと思います。ちょっとアレンジを加えてみました。今回利用しているアイシャドウはブルートーンのお肌の方にとてもよく似合いますので、そういった方はぜひ挑戦してみてください。ではぜひご覧ください。まずはじめにこちらのファンデーションを顔に伸ばしていきます。今回はあまりカバーが必要ないので顔の中心のみに伸ばしていきます。次にこちらのコンシーラーで赤みなどを消していきましょう。目の下や鼻の周りに塗っていきます。パウダーはこちらを使用していきます。余分な粉が顔につかないようによくスポンジを揉み込んでいきましょう。アイブロウはこちらのシュウウェムラのものを使用していきます。このペンシルは固めなのでとっても描きやすく、毛の流れを表現できてとてもおすすめです。早速アイメイクに移りますが、アイシャドウを塗る前にこちらのアイシャドウプライマーを塗っていきます。アイシャドウの塗りにとても影響が出るのでぜひ使ってください。アイシャドウはこちらの左下のピンクを使用していきます。アイホール全体に伸ばしていってください。そして先ほどのパレットの白目のカラー、右上のものを取ってハイライトとして塗っていきましょう。次にこちらのブレンディングブラシを使ってアイシャドウをグラデーションになるようにぼかしていきます。
ライナーはこちらを使用してキャットアイを作っていきます。キャットアイのポイントは目の下のラインの延長線上に跳ね上げを描いていくことです。そしてマスカラですが、エスティーローダーのものを使用していきます。こちらのマスカラは、まつげが一本一本長く細くつくのでとってもお気に入りです。次に遊び心を演出するのに、こちらの赤いラメをまぶたの上に塗っていきます。まばたきをするたびにキラキラ光ってとっても綺麗ですよ。そしてチークはこちらの韓国ブランドのものを使用していきます。頬の高いところを中心に軽くのせていきます。顔のハイライトはこちらのシマーブリックを使用していきます。特に頬の上にのせると生き生きとして見えるのでおすすめです。そしてリップメイクに入りますが、リップライナーはこちらのものを使用していきます。ポイントは下唇の下の中心の部分をオーバー気味に引くと唇がぷっくりして見えるのでやってみてください。口紅はこちらのマックのピンクベージュを使用します。こちらのお色はブルーアンダートーンのお肌の方でも血色が悪く見えないのでとてもおすすめです。ついにこのメイクの仕上げになりますが、こちらのペンシルタイプのコンシーラーで唇の下にラインを引きます。そしてぼかしていきましょう。こちらで本日のメイクは終了になります。
本日は見てくださってありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。